じゃあ次が、想像だけで、ピカチュウを描いてみてくださいっていう質問なんですけど、白い紙とペンを用意してきました。ピカチュウね、なんかね、昔よく描いてたよね。感じだっけ？耳とんがってるよね。そうかな。で、なんか耳の先っぽ黒くて、目なんかクリクリだよね。鼻も黒くて、ほっぺたがあって、かわいいみたいな。ヒゲって生えてるっけ？生えてない？どうだったかな？生えてない気がするけど。なんかすごいかわいくないね。下手なんですよね。尻尾ギザギザだったよね。あ、でも多分こんな感じじゃない？なんか特徴捉えてる気がする。こうですよね。こんな感じだよね。多分。想像だけで奈良県マスコットキャラクター千と君を描いてください。千と君って何？ なんだ？あ、大仏みたいな感じかな。大仏のなんかさ、頭ってどうなってんのかな？なんかぶどうみたいになってるよね。こうかな？なんかブツブツした。なんかわかんないんですけど、なんか座ってんのかな？セント君って。どこんち？なんかもうわかんない。さっき。んな感じですかね。やっぱりお顔が見たいです。麗華さんの似顔絵を描いてください。 ちょっと私のこの画力じゃ、なんかね、多分ね、無理じゃん。なんか多分こうって、今髪の毛結んでるんですよ。なんか熱くて、本当は長いんですけど、どんぐらいかな。なんか髪の毛本当はこんぐらいなんですけど、眉太いかな。なんかメイクで太くしてるっていうのもあるんですけど、目大きいって言われますね。多分こんな感じです。はい、というわけで、女子部屋でした。麗華とお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしております。